スナシュシゲームズへようこそ。いつもご視聴ありがとうございます。ウィスで、今回はパート2はちょっとそこら辺を冒険してみたいと思います。え、これ毒物じゃん。あ、違うわ。まあそこら辺のものを、縄文がね、あんまり手に入らない。あれ、雲いなかった？あ、いたよね。縄文がね、あんまり手に入らなかったので、雲の糸でも作ろうかなと。あー、ゾンビ肉はいらないな。まあいっか。じゃあ、うわ、アイテムがパンパンですね。うわ、蜘蛛の糸が取れない。どうしよう。じゃあ、こいつとこいつを捨てますで、これをいただきます。ほんで、この目もいらないので、で、クモの糸は1頭しかなかったっけ。じゃあ行きます。あ、ここがうちがビバークしていたとこですね。あ、あれ、登れない。ここがビバークしていたところです。ちょっとこっち行ってみましょうかね。うん、町みたいなものを見当たらないんだけどな。あら、あららららららら、あー、ちょっと耐久度が減るじゃない。絶対マチ見つからないんだけど、この上でも乗ってみようかな。これはメッサは広いなぁ。街があるのかどうかも分からない。ベン、ジャンプ、あ、入らねえわ。こっから登る。あ、よいしょ、上まで来た。これなんか砂漠、あれ、砂漠なんだけど、マジ、おいち、おいち、あちち、おい、やっぱり死にかけた。おい、やばいな。ちょっとこれ不足してるから持ってきます。あのゾンビの名前全然思い出せないよ。なんて名前やったかな。おっと、死んでください。よっしゃいっす。もう一匹いないかな。ヤギさん、あ、牛さんもいるね。うわ、メサがむっちゃ広。サバコとメサだよ。街が一つもないね。お、アカシアだよ。でも僕の勘がこっちだと言ってる。町があるのは、ほい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 です。チェーチェーチェー。
綱吉の勘がこっちの方向だと言ってます。村をポンポンポンって登ってら町が見えてくるんじゃないですか。ちょっと待って、あれ、あ、やっぱ、やっぱ、やっぱ崖の上に町あるよ。村すごっ。崖の上に最低でも、いや、崖の上に3つ4つ5つあるよ。うわ、畑だよ、畑。うわ、あ、ほほほほ、あ、あ、これでもう食べ物に困らなくていい。わっちゃ、麦だわらがぶっちゃいっぱいある。麦っていうか麦なの。村人の村人、これを作ってくれた村人さんに感謝をいたします。綱吉に食料を分け与えてくれた村人様に感謝をいたします。おお、あ、夜だ、やべ、早くね、できれば一泊させてください。寝かせてください。おお、ラッちゃんご飯食べたぜ。餌ばらまいとんぜ周りに。ラッチコちゃん勘弁してね。え、誰が戸を閉めたんだろう。まあ、ここにリスポン位置を決めて、はい、一色のオンを返しましょう。え、どっから来たっけそもそも。え、うわ、こっちから来たよね。待って、あ、あの赤いのってあれじゃない、あのキノコじゃない、あのほらね、湿地帯、ここニワトリと遊んでる湿地帯、メーサー、砂漠で、ここですよ。うわー、すごいな。これ上にも家がある。ちょ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 、ほら上にも家がある。すごいね、キノコまである。栽培してたのかな。あ、え、え、これ、これすごい。これちょちょちょ、ちょっとこれから使おう。あら、壊した。あー、あるわ。これなんだっけ。溶鉱炉、溶鉱炉ということはこれ溶けるよな。ああ、溶かさなければいけないというやつか、溶鉱炉。ああ、まあいいや。こっちには何もないね。あれ、あんなところに、あ、まあいいやでしょ。よし、ああ、こうか。結構、村見つけの、あうち。じゃん。この村にちょっとだけ滞在させていただきましょうかね。あの、これ上にもなんかあるから、ちょっとだけ行かせて。あ、スイカ埋まってるんじゃない？これ、かぼちゃかスイカ。ああ、常にこういう水流登っていくのちょっと苦手だから。ああ、チョイス、チョイス、チョイス。今がなんか猫がいたような。あ、ゴーレムさんいるじゃん。ゴーレムさんがいる。あ、金だよこれ。うわ、どうしよう。うわ、これいただきますよ。はい、いただきます。どこ今行ったところだから、こんな、こっち。あ、スイカだよ。ほほ、スイカ取れた、よかった、スイカ取れた。
パンは？あら？ちょっと待って、おかしいよ。わかった。一回だけね。シャチェスト来ました。え、お、くらやった。この苗あげるこれはアケシアだよね。いや、いらないものを整理しよう。豆あげる。サボティンや持ってるから。土ブロックは持っとこうか。まあ。それそうと、プラモラって棒。プラモと総劇場みたいな感じで。うん、ありがとう。いやー、裏、ちょっと危ないから。まさかね、こういう。出口、あ、両方にあるってことね。びっくりした。なんか取ったな、俺のチェストから何か取っただろうって顔してる。家ってこんだけだったっけ。上に確か5軒あったから1個2個3個4個、まあこんなもんかな。じゃあちょっと作業台のある、さっきも言ったね、ちょっとこれをどうやって登っていこうかな。ほっほっほっ、ああほっ、じゃあまあ上の家を常吉借りましょうか今回。あれも一っぽく見えない、気のせい。ほっほっはっ、ジャンプまで、あれ引っかかってるってことか。あ、雨降ってきそうだね。うわ、上にも畑ある。人参畑じゃん。いただきます。これで豚さん、これで豚さんを引き寄せて殺すあ、暗くなってきた。やばい、早くしないと。ちょっと、これもか。早くしないと村が壊滅しちゃうからね。アイアンゴーレムさんぶっ殺して、あれどっから入った。ああ、ここにも麦育て、え、こっから入ってベッドで、あ、こうつながってるってことか。へえ、かなり洒落た家だね。ちょ、ほら、麦だよ。あ、ここに作業台もあるし、ここに。いらない。綱吉、ここに進もうかな。ちょっと曲がりさせてもらおうかな。あ、キノコも見えるし。あ、おいおい、落ちそうになった。びっくりした。ちなみにこの家借り。あ、農業さんの人がいたね。農家の。あ、ごめんなさい。殴っとん。
いじなの。ああ、取らないで。ああ。まあまあまあ。まあ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 。農家さんも食べなきゃいけないからね。おしゃ、スイカいただきました。ありがとう。あそこにもなんかビートルートじゃないですか、ここ。うわ、じゃがいも。うわー、いいね。農業最高。うん。農業最高。うわ、うち。ここの畑もまた面白い。うわ、いいね。じゃがいもをいただきました。ありがとうございます。あ、まあ人参も結構取ったしね。うわ、この村最高。ちょ、近くに村ないか、ちょっと。で、今は、あ、上にも、まあ、まあ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 、どこら辺にした方がいいかな。こうなるから、こうこうこういいかな。うん、いただきます。まあ、当分肉はいらないような気もする。ちょっと待ってね。常吉、ここにちょっと家を構えます。このツインの家がいいっすね。このツインの家、うん、あ、チェストもあるし。あ、閉めてどうすんの。ベッド2つあるもんね、ほら。あ、ベッド2つあるよ。うん、いいね、いいね。畑もあるし、自給自足の生活ができるって素晴らしいことだ。麦、麦は、あ、違う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 。パンもワンスタック近く取る、すごいね。まあ、松がないからここに置く。でもって、さっきの松明ってどこにあるの。ここのうちあるね、そっちだよね。ここにかまど炭治郎を置いて、じゃがいもでも焼きましょう。頭皮の木以外全部揃ってる。一応ペットはね、持って歩こうね。じゃがいも焼いてる。あ、夜だ。別にここ扉はいらないような気もするんだけど、まあいっか、つけとこう。ほら、夜です、夜です。はあ、こっからの眺めはいいですね。湿地帯、メサ、この平野、平野、いや、この町、すぐ村、すぐ下にも家あるくせ、あるのに、上にも村あるんですよね。すごいな、崖の上の、崖の裏の、崖の上のポニョみたいな感じ。はい、じゃあこんなこと、今日はこんなところで、芋を焼きながらで失礼いたしますが、ここ、まあいいや、この村で、生活をさせていただきます。あー、常吉、蜘蛛の糸捨ててきたもんね。やーば、蜘蛛の糸あれば釣り竿を作れたんですけど、羊毛ほどいたら蜘蛛の糸になるとかないかな。ないね。まあ、綱吉はここ長通る、通るよっていうの、長くいるつもりはないからね。わあ、かわいいお子さんだ。ちょっとだけいい？ちょっとだけ。
常吉まだ肉。あ、ちょっと待って、ちょっと逃げないで。ほら。常吉、この牛肉ってのはまだ持ったことないから。おことと夜だ。夜だ。早く寝ないと村が危険になるから。100、お、あそこにスイカ鳴ってるよ、ほら。まあ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 、このスイカ鳴ってるのは、この角度から見て、角度の問題ですね。角度。こっから見たら分かりづらいんですけど、こう見てください。ほら。ここにスイカがあります。ほら。こう見てください。スイカがあります。早く寝ないと、早く寝ないと。ゾンちゃんが来るから。あの、アイアンゴーレムさん一人じゃ、ちょっとね、2、30体いるって言うならあれですけど。なんで家の中で寝たのに外にテレポートされてる。嫌だ。まあ、こういうことで、あの、綱吉はこの、あの、芋を焼きながらですね、この村に投了させてもらって、ここで農業をし、ここで家の中に、家の外か、面倒な、ここで農業しながら、ツインの家です。で、ここで芋を焼きながら、今回は失礼させていただこうかなと思います。この村もね、ずっといるわけじゃないからね、今度は、次回、あの、湿地帯でも行ってみたいな。いや、湿地帯は危険だな。魔女がいるから、怖いから。まあ、次回あたりね、どうしようかな。もう一つどっかに町あればいいけど、ここすごいね、いっぱい。うちの、いや、ガウジャ、崖の上にもあるからね、すごいな。では、最後までご視聴ありがとうございます。感謝。綱吉のツインの家、お借りしているうちです。はい。いや、いいね。この村の中に、馬に乗れる蔵とかね、2つもあったし、スイカ畑にかぼちゃも近くにあったし、ビートルート、人参、じゃがいも、麦、パンもいっぱい作ったし、豊作。ね、綱吉、しばらくこのツインの家にちょっと間借りして住まわせていただいて、こっから少し周りを冒険するとかいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。なんだ、どっちの方向向いてやってんの。ちょっとリモートだけやってみて。今日の冒険も最高でした。自分の中では。ごきげんようでございます。サイケイレ。